私はスレッジハンマーマリコ36歳。これは私が14年以上パチンコと向き合ってきた狂乱物語の一つ。やっと見つけたホールにはもう行けなくなってしまった。あの日店長から呼ばれた私はすごく低姿勢で出禁を言い渡されたのだ。申し訳ございません、多数のお客様からクレームを受けております。はあ、私ですか？何もしてませんけど。お客様にずっと監視されていると訴えているお客様が複数にいます。あの夫婦でしょ？背の高い店員が情報を流してるってホール中で噂になっていますよ。大変申し訳ございません、お客様のホールへの入店を今後禁止させていただきます。はあ？全然納得がいかなかった。しかし店長にもう部屋を出るように言われ、私はしぶしぶ店を出た。言いたいことは山ほどあったが、もういいやという気持ちになった。魚夫婦や店員は私のことを警戒している。危機感を与えたことに妙な満足感があった。それに冷静になって振り返ると、私は特に魚嫁を監視しすぎていた。いつの間にかパチンコを打つ目的が他人を悔しがらせることに変わっていた。パチンコを始めた頃は純粋に打つのが楽しくホールに通っていた。他人の目なんて全く気にしていなかった。ところが今の私はどうだろうか。楽しいよりも他人よりも出して嫌な思いをさせたいという気持ちの方が勝っている。なんて性格の悪い人間なのだろうか。自分の性格の悪さにも嫌気がさした。これからは純粋に楽しむことと勝つことのためにパチンコを打とう。その日は朝まで家でゆっくり過ごし、昼から私は近所にある中規模のホールへ行った。車を運転し10分もしないうちにホールに着いた。先週打っていてとても楽しかったアマデジの花札物語を打つことにした。隣でサムライチャンプルーのアマを打っていたおっさんが上皿の玉を打ち切ると、保留消化を待たずにどこかへ行ってしまった。なぜ最後まで待たないのだろう。通常保留でも当たるかもしれんよ。サムライチャンプルーの台がやけに華やかになり始め、その後当たってしまった。私の背後に座っていた女が振り返ってこちらを見ていた。私が横取りでもすると思っているのだろうか。安心しろ、そんなことはしない。私はコールボタンを押して店員に事情を話した。茶色いセーターを着ていた中年男性が打っていた台です。ありがとうございます。店員は大当たりラウンドを消化するとおっさんを探しに行った。そしてしばらくすると店員とおっさんが戻ってきた。おお、当たってたんか。お姉ちゃん教えてくれてありがとうね。いえいえ。その後おっさんの台は9連チャンした。おっさんは店員を呼び玉を流した。帰ったと思った20分後くらいに大きなビニール袋とジュースを手に持ち戻ってきた。これ当たりを教えてくれた俺。私はジュースを受け取った。これも受け取ってよ。え、ありがとうございます。いくらなんでもデカすぎる。近くにあるスーパーの袋だった。私のためにわざわざ買いに行ったの？おっさんがいなくなった後中を見るとパンやらお菓子やらが大量に入っていた。嬉しいけどこのまま打つのは恥ずかしい。私はホールのロッカーに預けに行った。おっさんのサムライチャンプルーは爆発したが、私が打っていた花札物語はなかなか箱を詰めずにいた。当たりを引いては玉を飲まれる。飲まれる頃に当たりを引くの繰り返し。当たりは早いがその後が全く続かない。アマデジにありがちなパターンだった。カードにはまだ6000円残っていた。移動するなら今かな。私は一箱とカードを持って移動することにした。おっさんから飲み物やら食べ物をもらった私は少し優しい気持ちになっていた。これまでの私はあまりにも性格が悪すぎたのではないか。もっと周囲のパチンカスと仲良くしても良いのではないだろうか。今日の私の心は宇宙のように広かった。しかし私はものすごく気が強い女、スレッジハンマーマリコ。こんな優しい気持ちはいつまで続くか自分でも全くわからない。心が一時的に広くなっている私は壮大な宇宙をテーマにしたパチンコが打ちたくなった。そうだ、エヴァンゲリオンを打とう。エヴァンゲリオンでさらに心が広い人間になろう。私が着席したのは CR エヴァンゲリオン始まりの福音。大当たり確率358分の1で、確変率は突角を含み 70% のミドル、連鎖歩中の当たりの 46% で2000発程度の出玉を獲得することができる。花札物語で作った持ち玉を使い打ち始めた。宇宙空間を旅しているかのような気持ちになった。やっぱエヴァって非日常的だよね。あっという間に一箱使ってしまった。勝負はまだまだこれからだ。ミドルとはいえハマるときは600とか800回転当たりなしのこともある。私の座った台は大当たり6、回転数は420で捨てられていた。すべて単発大当たりだった。6000円残ったカードを入れて玉を出した。集中していこう。どんなに集中しても熱いリーチは全く来ずに淡々とした演出が続いた。あまりに何も起こらないので頭がぼーっとしてきた。最初の500円の玉を出したところで保留3つ目に緑保留、そして嬉しいことに赤保留に変化した。隣の30代くらいのしましまの服を着た男がいきなり台を覗き込んできた。あまりの勢いの良さに私は思わずのけぞり、隣のおばさんの肩に当たってしまった。もうちょっと何なの。すみません。私は頭を何度も下げた。男は私の台を凝視したままだった。あまりに覗き込むため隣のおばさんも釣られて覗き込んだ。私たち3人は息を呑み赤保留の行方を見守ることになった。何この状況、やだな。赤保留はしっかりと仕事をしてくれた。神事義事2を経て激アツ演出の一つである霊背景発生、初号機リーチに発展し AT フィールドは全開に。当たるのか当たらないのか、やったー当たった。
しかし確変図柄ではなくチャンス図柄での当たり、昇格を期待するも願いは届かずにチャンスタイムに突入。8ラウンド通常だった。通常なら15ラウンドください。これが噂に聞く福音ショックか。嘘でしょ、また通常。隣の男は口元に両手を当ててアングリとしていた。福音をこれ以上打つの危険だ、俺もうやめる。私もやめようかしら、全然当たらないし。おばさんもいなくなり、突如私は一人ぼっちになった。エヴァはこの島にいるパチンカスを誰一人として非日常の世界には連れて行ってくれなかった。宇宙をテーマにしてんだからもう少し夢を見せてよ。持ち玉を使い果たし、その後5000円使ったが、私の台は再びお通夜モードに突入していた。とにかく何も起きないのである。ノーマルリーチにもならない、絶対何かやってんな。夢中戦タイムなのだろうか、私を台を思いっきり睨んでやった。ただいま投資1万5000円で回収ゼロ。私は究極の選択を迫られていた。1、他の台に移動する。2、そもそもこのホールを出て別のホールに移動する。このままエヴァを打つという選択肢は残されていなかった。悩んだが他の台に移動することにした。車に乗って他のホールに行くのがめんどくさかったからである。とりあえずホール全体を見回ってからどの台を打つか決めることにした。うろうろしているとどこかで見たことがあるようなおっさんに声をかけられた。あれ、奇遇だね。魚夫婦のいるホールの常連だった。今日はここなんだ。あ、はい。まさか出禁になったとは言えなかった。どう出てる？全然出てません。今日は一パチで遊びに来たのに吉宗で900ハマってんの、最悪だよ。早くあのホール営業再開にならないかな。営業再開？なんかやったのバレたんだろうね、今営業停止中。そう言うとおっさんは1円パチンコの島へと向かっていった。ふーん、営業停止なんだ。ちょっとだけ気持ちが明るくなった。あのおっさんゼロ回転から打っているのなら1円パチンコに2万円はつぎ込んだことになる。運よく連チャンしても1円なら2万円の負けを取り戻すのがやっとだろう。吉宗という言葉を久々に聞いて吉宗を打ってみたいなと思った。父親が吉宗で5万発を出し自慢していたことを思い出したのだ。私のパチンコ好きは父親からの遺伝である。今は1円パチンコを楽しむ程度だが、10年前は泣く子も黙るギャンブラーであった。吉宗がある島に行くと1台だけが大爆発していた。そこそこ客は座っていたが全く出ていなかった。まさに天国と地獄である。私は角台の空いている台に座った。使うのは5000円、運試しの感覚だった。5000円打ってダメなら帰ろう。 CR 吉宗は大当たり確率は399分の1で、確変率 85% のゴリゴリのマックスタイプ。15ラウンドは1400玉程度と控えめながら、平均連チャン数は8程度と継続率は高い。打ち始めてすぐにウィンドウステップアップ予告がどんどん進み、まさかの激アツテロップが。激アツの割にそれほど暑さを感じることができなかった。思った通り外れ。激アツの無駄遣いすんなよこの野郎。こんなことなら5000円あっさりと使い切った方がマシだった。その後もタカムービー発生や千両箱落下など壮大な釣りのオンパレードだった。釣りのデパートか。外れるたびにひどいダメージを受けた。何の罰ゲームだよ。昔仮面ライダーを打ちながら上皿のところにうなだれていた若い男性の姿を思い出した。あのパチンカスもこんな気持ちだったんだろうか。誰もいなければ私だってうなだれていたいよ。その時私の背後から温かいミルクティーの缶が差し出された。優しい微笑みを浮かべたおっさんだった。これくらいにしときなよ吉宗やばいって。お茶も吉宗捨てて家に帰るとこ。あ、はい。これ飲んだら帰りなよ。はい。ATM にお金を下ろしに行く気力も奪われていた。先週に続き今日も負け。スレッジハンマーマリコにスランプ到来。ロッカーからおっさんからもらった袋を取り出した。帰りの車を運転中なぜか涙が出てきた。スレッジハンマーマリコ11話目の収支。投資2万円、回収0円、収支マイナス2万円。スレッジハンマーマリコ11話までの累計収支マイナス1万9000円。